魔の博士の家ね。展開違うね。君は。お、あーっと、先に構えた。君は誰だ。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。さて、どうすればいいんだろう。任務が一緒ってことは、一回目と同じ展開で、外出てもええんか。なんだ？あ、そっか、アシュセンやな。適正試験には無事に通ったみたいだ。メッセージ一緒じゃ。着任早々殺人事件って、はい。お前って相変わらず持ってるよな。あー、このやりとりやった。前にもやったわ。まんま一緒これ。どっか違う点探すのもちょっと面白いかもしれんな。いや、今の出来事を人に話すには全然情報不足。捜査のサポートシステムが導入されたって話だ。はい。とにかく俺が現場に連れてくから、お前もすぐ来いよ。そのサポートシステムってさ、まだ見てないよな。見てない何かがあるってことだな。特にリリーがなんかサポートしてくれたような覚えないけど、この辺も一緒なんかな、なんてこと。何が起こってるんだ。白鳥夢が荒れてるな。白鳥夢のおかげで平和を保っているんだ。本来なら外と同じようにとっくにスラム化してもおかしてもおかしくない。早く何とかしないと。悪い、管理局のロビーに落とし物。こっちの世界線でも結局落とし物をするんじゃん。アッシュ、少し前白衣を着た女の人に会わなかった。おっと、仕掛けた。この後も展開のことを知っているハル、仕掛けたぞ。なんで知ってるんだ。その人は銃を持ってる。博士の殺害現場にいるはずだ。すぐに行って捕まえて。おお、わかった。これちょっと歴史変わったな。これで捕まえてって言うて行動を起こして、この後展開どうなるかっていうところが問題点か。ああ、お前何してんだよ。すごい一人でポツンとしようやつがおるけど、お前。いやいや、便所飯か。任務お疲れ様です。ただいま集中警備を実施中です。お前端の方でサボってないか、お前。さてはお前。とか言いながらサボってんじゃないのか、お前。ここでロボットが来て、アシュセンの落とし物を拾いましたみたいな感じのことね。この辺のやりとりは一緒。あれ、アシュセンのやつは？アシュセンのやつは？なあ、アシュセンのやつは？気づいたんやけどさ、これ、一回目の時はな、あれよ。なんかストーリー、なんかゲームの流れでね、これ見せて、俺が監察官ってことを知らせることができたんやけど、ネブラデータベース同期。こう見せればええんか。個体認証完了、外出許可を確認しました。っていう手順を手動でやらんかったらあかんかったみたいや。監察官、5分前に着任ですね。それ以外の流れは一緒か。仲間を歓迎します。ありがとう。捜査パートナー、アッシュシェパード監察官の気象です。ああ、そんで気象はちゃんと拾っとってくれたみたいな感じ。ここで拾いました。サイオン監察官にお預けします。サンキュー。よっしゃ、これで、おっと、受け取らないな。よし。もう頼むよ、こっちの世界線でも、アシュセン。しかしな、謎の女性をさ、捕まえてっていう情報がアシュセンにはあるけんさ、それでちょっと、展開変わってそうなんよな。さあ、この辺は一緒。また東京クロノスの再来みたいな状況を見ることになるのは。あの人、これ監察官の人か。監察官がメンタル対象として各乗務におる。わあ、監察官もやっぱ人間だった。心を病む時あってあるんやな。というわけで、ここ音ゲー始まりました。はいはい、オッケー。これ前回覚えたんよな。
はい。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 はい、オッケー。この辺は簡単。なんだ？メンタルの復元。オッケー。完璧だ。完璧だ。この人観察官か。悪魔の中か。何を見せられてんだ。白い髪の少女。待て、俺も見た。それは俺も見た、それ、お前。待って。分かった気がする。白い髪の少女。もしかして、あの子のことなのか。また編みかけたら話を聞いてみよう。あの女の子は誰なのか。見かけ人事例の方、事例の話があった。あ、また向こうにもおるね。カウンセリング対象者が。もうダメだ。アフターラムクローズはもうおしまいだ。もうダメなんだ。やばい。進撃の巨人で降りそうなカニの反応。そうだ。助けてあげるぞ。助けてあげよう。メンタリングシステム起動。はい。はい。よし。はい。オッケー。サクセス。慎重に続けないと。さあ、来い。は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 い。手際の良さ。パーフェクト。よし。オッケー。完璧だ。どうしたんですか？少し気持ちが楽になったよ。最近は夢の中でも不安で、みんな怯えてるんがわかるんだ。手間を取らせた。早く犯人が見つかるといいな。応援しているよ。ありがとうございます。そういう趣味のために俺は頑張るぞ。お前観察官だからな。税金泥棒とか言わせないぞ。観察官って税金で食っていっけんかな。他の人にも話聞くパターンかな、これは。あの時計を鳴らしたのは誰だ。お前は知っているか。あの時計との鍵は随分前に亡くなったって話だったんだ。どうして突然鳴り出したんだという話。これ前回あったかな。どこまで前回あったかちょっといまいち覚えてないけど。あ、この二人見たことあるな。最悪だった。あれを見たかで、彼女を見た者が俺の読みを見ながら、あ、この話なんか、一回俺の時でも見たかな。なんかこんなこと言おったな。メンタル汚染が心配とか。言おった言おった。あっちに三人組がおる。そういえば。時計塔の話、これも前に聞いた気がするな。一回目に。で、来た！足玉だ来た！足玉だ来た！本当は犯人が誰か、もうみんな知ってるんだよ。明日ものだよ。だって、あの人が、昨日の夜、博士を訪ねるところをみんなで見たの。明日ものだよ。し、おやめなさい。明日ものが一番すごい重要そうなこと言ってるよな。前に喋りかけたことになるんか、これ。あれ、前かな、これ。まいったな。変異体の仕業。ああ、そんなこと言う人もおったな。妖怪の仕業かって突っ込んだ気がするな。やっぱり夢で見た光景と何もかも同じ。そうだな。時間が巻き戻っているっていうことをここで気づくんやな。オッケー、行きましょう。博士の家での出来事が重要なんよな。亜種船がさ、捉えてくれとったらいいのにな、って話かなと思います。ゴンドラ乗るんよな、確か。あれ、こんなところで、あれ、こんなところで開きよったっけ。前回そんなことなかったよな。何したん、なんでこんなところよ。任務お疲れ様です。お疲れ様ですやけどさ、なんでリリーこんな外に出されてんの。現場のラボのスキャンは間もなく完了します。だからさ、なんでこんなところにリリー立たせてんの。お前
シェパード監察官はここにはいません。さっきまではいたようです。落とし物がありました。ああ、落とし物をしそうだよな。そうだ、手袋も落としたみたいなこと言おったな。そうや、これは一周目でもあって、あ、これでどういう展開に変わったかちょっと確認できるんか、ここで。いけるかな。いや、うまいことやってくれたかな、アッシュセン。お前がそれ、その女を捕まえるだけでもだいぶ変わるんよ、展開。てか、ここで捕まえてくれればさ、春が歌える未来変わるんか。そもそも。展開違うね。君はお、あっと、さっきに構えた。君は誰だ。どうして博士の家に。おっと、先制攻撃仕掛けたんじゃ。身構える気持ちが出来上がっとうけんな。待て。どうした、アイリって名前。あー、逃げるんかい。おい、待てて。チェイスが始まった。その追いかけっこがどれぐらい続くか。さっき僕を殺した女の人だ。今朝は時計塔の扉の前にいた。一体何者なんだ。博士の寝室に侵入していたみたいだけど、あの白衣の女の人のことはアッシュが追っているかもしれない。後で聞いてみよう。今回は捕まえてよ、と捕まえてさ、捕まえてやったぜみたいな感じでドヤ顔で言ってきてくれほしいな。捕まえてやったぜって。あの人が捕まる捕まらないで春の人生変わるからな、今後。アッシュ、知りたくないよ。間に合ったみたいだ。今はどこにいるんだろう。リリーを救出しようと、とりあえず起こすのは中に入ってからにしよう。あ、はーい。中手こっちかい。中手こっち、こっちの方か。建物の中のつもりかと思っとったけどさ。あれ、今の何だったん。まあいいや、結局中入るんやな。じゃあなんで外に追い出しとったか、すごい気になるところ。邪魔者に扱いされたんだよ。ねえねえみたいな感じでドローンで話しかけてさ、捜査の邪魔です、外に出ていってください。追い出されたんか、お前。あー、やっぱこの起きる時の仕草可愛いな。これがもう一回見れるって言えばさ、みんなお得ですよ、このゲーム。どうした？びっくりマーク出て。何？あ、アップデートされた分のデータ、今ちょっと、起きよんか。おはようなの？おはようなのだよ。明日もだよ。あ、やばい、こんなところにも足を並んでてきた。新しい機能が追加されたって言ったけど、ようやくここで発揮されるんかな。前回こういうメッセージもなかったもんな。僕にもよくわからないけど、なんかいい機能であることは間違いないと思うんやけどな。うん、時間が巻き戻った。説明したんやな。わからないなの。おい、だってわからんわ。はい。ここでフィフィ君を見つけてるはずなの。フィフィ君ってどれの話？どこで見つけたなの？リリーに見せてほしいなの。フィフィ君って誰、そもそも。あ、フィフィ君ってあの人形か。あれ、フィフィ君って言うやな。リリー。あー、この中でさ、人形があってさ。持っている証拠を見せよう。はい。証拠といえば、これなんやけどさ、なんなんこれって思うやけどな。な、こんなんあったんよ。時間が巻き戻
うん。そんなことは。でも。でも。フィフィ君をリリーに見せてほしいなの。いや、これに反応しろよ、お前。おい、これ鼻にねじ込んでやろうか、お前。鼻にねじ込んでやろうか。ね、じゃあここ開かなあかんってことですね。これ前回さ、どこっちだったかな。あ、これ居住連やけんちゃうよな。どっちかに行っきょったらなんかパネルあったよな、みたいな感じだったけど。ここパネル。こっちじゃ。こっちに行ったらさ、あったんよな。ここここ。あ、そうそうそう。前回と一緒の位置やね、あれ。全く同じ状況だ。うん。まだ同じことじゃなんかと分かんのか。リリーもここに来るのは3年ぶりなの。言おったな。このセリフも一緒。この怖い木も前と同じなの？おお。この木、結局何なんだろうな。考えてもさっぱりなの。とにかく、隅から隅まで調べてみるなの。よっしゃ。前回調べずに終わったやつもなかったっけ？とりあえずよ、欲しかったらこれは取っとくよ。これね、見つけた。これでも OK の扉を開けるんやけど、あ、もうホールに戻れってことだよね。よし、こっちこっちこっち。イベントやな。よし、ここはめ込んで、これでアック、これがフィフィちゃんのことだったんじゃ。これがフィフィちゃんか。おった。リリー見て、ここにあるよ。これはノエルのものだよね。子供の頃ここに忘れていったんだ。もう、ハルは覚えてないはずなのに。見たんだよ過去をな。リリーの未来の記録は正確だったみたいなの。そのまま報告しても大丈夫そうなのよ。あ、残っとんじゃ、つまり。え、前回の博士の遺体とか調べた情報全く残っとんじゃ、こっち今。報告は後で送っておくのよ。で、探索の必要ないんじゃ今回。マジか、そういう感じ。襲われたって言ってたのね。どういう状況だったの？あ、そう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 。調べた後、アッシュと会うために時計塔前に向かって。ああ、その場でアッシュを待ってたら、いきなり誰かが襲ってきた。ああ。心当たりがあるなの？ハル自身初対面やけんないんやけどな、何か書き回っとったけん、そういうことなんだろうなっていう感じなんよな。全くわからない。ああ。ここで話していても何も始まらないなの。そうだな、行動あるのみだ。襲われた場所に行ってみたら何かわかるかもしれないの。どうだろうな。まずは襲いかかってくるんかな、あの女。あの髪型スプラトゥーン女。なんかスプラトゥーンにありそうな髪型の女。よっしゃ。でも何にせよ行動あるのみじゃ。いけいけどんどん。いけいけどんどん。来た。ここなんよな。ここら辺に出てきたあたりでさ、撃たれたんよな。そうだったと思う。うん。背後から見た風景じゃ。ここに来たら、あー、走ってきた。え、隠れてる。アシュセンが絶賛追いかけを途中なんか、これ。あの人だ、リリー。アシュセンから逃げてこういう隠れ方しよう感じ。おい、リリー、リリー、リリー、うわずに近づくな、リリー。あーあああ、君たち誰？脅かさないでよ。こっちのセリフなんだよ。もうしゃがんでしゃがんで。スタイルいいっすね、お姉さん。とっても怪しいの。怪しいね。お腹出してエッチだね。出さないで。
なんで君あなた髪の毛一部だけ白になってるんですか。ちょっとブラックジャック意識してるのが。いい、静かにしないとスクラップにしちゃうよ。いきなり不穏な言葉を口に出したね、あんた。さてなんだ。あー、アシュセン頑張ってる、発生してる、発生してる。おい、アシュセン、こっちこっち、こっち。悪いことしたんだよな、過去の世界でな。別の世界線でなぁか。でも俺のこと撃ったよね、あんた。違う世界線ではお前俺のこと撃ったよね、出会い頭。何の有無を言わずに撃ったよね。アシュセンどこ行った？なんだよ、こっちのことじっと見て。その服、君も観察官か。そうだよ、つい今日就任したばっかだけどね。あ、じゃねえんだよ。何だよ、さ、何何。あ、これ腕輪型の制御装置、ずいぶん小型化したね。うん、なんかさ、女の人に手握られたらなんかドキッとしちゃうよね。君、変異体か。おいおい、お前もなんか変異体に偏見あるタイプの人間か。何それ何それ何それ脅威レベル4。君もしかしてアガサ博士に何か作ってもらったコナンみたいな感じや、お前。なんかすごいハイテクなもんで見られてるな、お前。何を見てんだよ。昔の知り合いを思い出してただけなんだ。ああ、知り合い。まずか博士のことだったりするだろうか。博士のなんか屋敷に行ったってことはやっぱ知り合いなのは間違いないと思うんだけどな。何いきなりアンケートか、お前。街頭アンケートで始める気か、お前。血のつながり？え？春の家族の知り合いなん？俺の知り合いの知り合いなんかな。やばいな、知り合いの知り合いっていうポジションさ。知り合いの知り合いっていうポジションさ、なかなか気使うよな。僕は顔も名前も覚えていない。君は旅行者なのか。旅行者？まあそう、そんな感じだと思うよ。違うな、これ嘘ついてるな、お前。やっぱり怪しい。今目見開いてさ、居住者ID を確認。お前今目見開いて、あ、そういうことにしとけばいいのかみたいな感じでさ、頭に電球幕ポコーンって出ただろ、お前今。さてはなんだ、アンノン。おい、あい、アンノンやっとるぞ、お前。僕からの滞在許可がない。君はどこから来たんだ。悪いけど今はこれ以上話してる時間がないの。もう行かないと。どこにだよ、お前。でも問題が片付いたら君とはちゃんと話したいな。でもいきなり銃でぶっ放してきた人とは別人かのごとくちゃんと話はしてきよれん。どういうこと。じゃあ別の世界線でいきなり銃ぶっ放したお前はどこ行ったんて。長い、人が違うんやけど。え、なんなのこれ。双子なん、双子なんこれ。カキ派の姉とオッキー派の妹みたいな感じになってんの、お前。もうじゃあね。あー、おい、その逃げ、その帰り方見たことある。あー、なんか音、え、待って、それ落とし物なの。おいおい、このゲームの人落とし物する人多いな。けどこれって何これ。観察官のマークに似とるかなと思っとったら違うもんではあるんやな。何これ、何これ。変わった形のギターのピックみたいな感じになる。ベン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 。なんなんこれ。お姉さん、何か落としていったのよ。ねえ、記憶読み取れるね。リリー、
試しに鼻突っ込んでええか。やってみよう。時計の針みたいなの？あ、時計の針なんこれ。へえ。まあ、とりあえず記憶を漁ってみんからには、こりゃお姉さんが裸でできた、どうしよう。入浴場のお姉さんの過去が見えてさ、これを手に持ちながらなんかし、ニューフフーみたいな入浴しとったらどうしよう。そんなことなかったわ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。でも、何ここ、あー待てこれ、死んだ後に一回ここに来たな。お姉さんもここに来たことあるんじゃ。え、どうしたどうした、これ誰してんすところ、そもそもこれ。君って呼びかけられたけど。あああああ、こっちの世界の話か。え、じゃあこのアイリさんも、あ、向こうの世界にいたことはあるんじゃ。わ、絶対なんか重要な情報を握ってるよ。あの時僕を撃った人影、確かにあの人だった気がするけど、今は僕を殺す機会を伺っているようには見えなかった。ほんまよ、なんか太陽が別人みたいな感じだったな。どういうことなんだ。どうなんだろう、世界線が違いすぎてさ、もう俺を殺す気なんか全くないなのか、それともほんまに同じ見た目の人が二人おるとかいう感じだったらどうしよう。謎が謎を呼んできている。とにかくさ、死ぬ運命から逃れることは成功したみたい。どうするリリー、花はまだ痛む？そうなんよな、時計塔の前ね。リリーパーンとは言うてもさ、多分相手の頭の上にダメージ表示3ぐらいしか出てこないと思うよ。ペチ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 。おお、まだなでなでを求めてるのかお前。さようなら。あ、なんか更新した。情報リスト更新みたいなこと言おったな。なでなでしてもいいのよって言っても、ハルはなでてくれないって。どうしたお前。え、なになになに、なんか始まった。謎のアイリゾーン始まった。お前集中してるみたいだ、全然こちらに気づかない。バイバイとか言いながら、もう再開しとんじゃないかお前。いや、さっきの感じからしたらないと思うんやけどな。あ、どうした、いない隣でお前。何事もなかったかのようにお前隣に立つな、お前怖いやろお前。どうしたお前。そういえば替えの音が鳴るって過去にあったかな。え。うん、濃度 0.53%、 粒子汚染がひどくなってる。集中してるみたいだ、近づくのは危険な。あ、近づかせてくれんのか、そもそもゲームシステムが。あの人を後ろからはいハニーみたいな感じで抱きしめていいかなって。って相手に思わせるというね、高等テクニック。何度だよ。どうするじゃあリリー、リリーって言ってからあれか、そうだ、時計塔前に行くんだわな。でも時計塔前ってどっか行くんすかね。何の話をしてるんだ。あ、こういう時あるんじゃ。気分によって撫でさせてくれん時あるんじゃ。バカマさんめ。この辺りだ、来るかな。
広場で足を待ってたら背後から急に襲われて。うん。あ、どうした？広大向けが足かな？地獄魔さん呼ばれてる。アッシュどうした？どう、何やってる？来た。よ、現場の捜査は順調か？お前の言う通り、博士の家に走ったら確かに怪しい奴がいたよ。追いかけたんだが見失っちまった。ああ、さっきこっちで会ったけん。悪い感じじゃなかったんやけどな。それはどうした？何かあったのか？現場の捜査に合流しようか？いや、現場の捜査は終わったよ。一瞬で終わっちゃった。なぜか別世界線の話がさ、こっちに来とんよな。全く現場を見ずに現場の捜査終了しちゃった。変なことがたくさん起こって混乱してるんだ。そうだな、ハウの立場になったらさ、もうなんだこれっていう感じだもんな。お前とあの博士は良くも悪くもつながりがあるからな。捜査は終わったんだろ？今日はもう帰って休めよ。あ、いいな。今日という一日が終わりそうな感じになってる。今日は大変なことがたくさんだったの。そうだな、ごめんな。時計の針、腹に突っ込んで、それで機嫌が悪いなってお前は頭撫でさせてくれるのだろう。顔色も良くないみたいだし。そうだ、俺報告書も出したし、今日はお家に帰るなの。ノエルが待ってるのよ。みんなみんな生きているんだ、人間だもの。ノエルおるんじゃ、家に。じゃあ帰ればいいのね。今日一日でいろいろありすぎて、何が何だかわからないなの。今日そうだな。まっすぐお家に帰るのよ。それはフリですか？寄り道したら何かいいことあるかもしれないっていうフリですか？リリー、少し頭が寂しい感じがするなの。ああ、ごめんごめん。うん。時計の針、鼻にぶっ刺してごめんって。